皆さん、こんにちは。こんにちは。そう、猿回しの会の、マサルと、淳平です。そして、マロと、ジョージです。夏休みも、間もなく、終わるか。もう学校が始まったところもあるんですかね。始まってますね、学校もね。まあ、学校が始まって、うん。夏バテしてないですか？してます。大丈夫ですか？大丈夫ないです。またまた頑張りましょう。頑張りますよ。ところで今日は、はい。実は、どうしました？この劇場に来ていただいた、そして姉妹劇場、熊本県の阿蘇猿回し劇場に来ていただいたお客様からの口コミを今日はちょっと紹介させていただきたいなと思っております。言っちゃいますか、ついに。じゃあ私からよろしいですか？お願いします。こちら私のはですね、阿蘇猿回し劇場に、来ていただいたお客様なんですけれども、日曜日家族で行きました。おそらく小学生だった頃以来数十年ぶりです、土日は1日3公演 あるみたいです。平日は2公演。駐車場も広々していて、全盛期は満車だったのが伺えます。最終の15時に参加しました。4組ほどでしたが、真正面に座ることができて有意義な時間を過ごすことができました。団体客がいると会場も賑わって盛り上がるのではないかと感じました。県外の友人が訪れる際は紹介したいと思いました。こんな素晴らしい芸を見れるところは他にはないです。敷地内は鯉の餌やりと猿が飼育されているので100円で餌やりができます。猿は手でやると危険なのでトングを使って餌をあげます。私は熊本県民ですが、阿蘇を訪れた際はぜひ立ち寄っていただきたい場所です。数十年ぶりに伺いましたが、ぜひこの伝統芸能を継続させていただきたいと強く思いました。とてもレトロな雰囲気の劇場で、大人も楽しめる場所でした。猿のグッズ等は特になく、帰りに劇場オリジナルのまんじゅうやクッキーがあるので、購入することをお勧めします。この伝統芸を熊本県民で盛り上げていきたいと思いました。行ってみる価値しかありません。最後に写真撮影ができます。ということで。ありがたいですね、こういう意見は。高評価をいただいておりますね。本当ですね。こんな素晴らしい芸を見れるところは他にないと。そうですね。その、やっぱ熊本県民の方が、阿蘇猿回し劇場を地元の伝統芸能としてもちろん受け入れてくださってるっていうのがもちろんやっぱ嬉しいですね。そうですね。やっぱり猿回し劇場も阿蘇に行って32年、そうですね、まあいろんなことがありまして、私も入門当時は本当に駐車場いっぱいで毎日大売りの日々が続いた夏休みだったんですけど、ああそうなんです。今はちょっと非常に厳しい状態。そうですね、うん、まあ言ったら4年前の熊本地震から、うん、始まって そのアクセスがまだやっぱり十分ではないので、その熊本地震の被害がまだ続いてる感じですよね、うん、ただやっぱりね、今年、まあ、8月8日、はい、今月か、放射線がつながりましたよ。あ、そうですね、あの熊本駅から大分につながる放射線ですね。そうなんですよ。そして10月には知ってますか、寸断されてた57号線、国道57号線、はい、ついに、そうですね、ミルクロードもトンネルが抜けて、あ、ついに阿蘇へのアクセスが皆さん行きやすくなります。そうですね、熊本に大分からも、そう、福岡方面からも、うん、だいぶアクセスはしやすくなってくると思います、ね、そう、まあ現状この夏休みも、はい、まだまだ厳しい状態続いて、まあそうですね、今年は特にコロナと、うん、まあ、水害もまあ、毎年のようにありますが、まあ、今年はやっぱりコロナが大きいですよね、うん、まあ、でもそういう中で熊本県の人がこういう口コミを書いていただいた、本当にありがたいですよね。そうですね、嬉しいですね。嬉しいですよ。なかなかこんなに評価いただけるのは、まるで熊本県の伝統芸能として見ていただいてる。そうですね、うん、これはもう本当にありがたいし、やっぱり今熊本県が一つになることが大事だしね。そうですね、こういう時だからこそ、うん、やっぱりみんなで力を合わせて
その地域を盛り上げていきたいというのは、お猿さんが熊本県元気にしたいよね、そうですね、阿蘇地域も元気にしたいし、ね、頑張りましょうよ、ちょっとそうですね、まあお猿さんの芸を見ている間は、うん、やっぱり何もかも忘れてこう、そう、笑顔になっていただく、楽しんでもらいたいな、癒されますよ、そうですね、やっぱり今までのこの伝統を引き継ぎながら、 そしてまた新しい時事ネタだったりとか入れていければいいなと思っております。まあ見てください、全然話に入ってこないけどこいつらね、そうですね、あんまりカメラにお尻は向けないよ、ちょっとこっち君たち前向いて、ね、そうでしょ、そう、マロ君恥ずかしいしね、ペロペロしてる場合じゃないよ、いやでもね、でもマロ、マロちゃんちょっとこっち、マロ、そう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 、前前前顔だけチラッと恥ずかしいのね、まあそうですね、おいで、まだカメラ慣れてませんからね、マロ君ね、まあでもね、マロ君もいつか熊本の阿蘇の劇場に、あ、そうですね、まだ立ってないですからね、そうなんですよ、あ、マサルはやっぱり熊本県の阿蘇猿回し劇場でやっぱずっと舞台立ってたので、うん、ね、からのファンの方というか、ね、多いですね、強的なファンの方がいらっしゃる、多いですね、ちょっと成長した姿も、そう、まあね、マロ君、残念ながらマロ君が阿蘇に行ったら熊本県民の心は全部マロ君に来ますから、ちょっと私も頑張りたいと思います。まあそうですね、まあその頃には大きくなって、さあでもやっぱりね、熊本県盛り上げるためには、そうです、俺たちが元気で頑張らないと、そうです、お猿さんたちの芸をきちんと皆さんに見せて、そうです、勇気づけたいですね、やっぱりこのね、お猿さんの生き生きとした姿、うん、そして凛々しさ、うん、可愛らしさ、うん、まあちょっといろいろね、やっぱり見ていただきたいですね、そうですね、お猿さんたち頑張ってますから、そうですね、うん、ということで、お、皆様また口コミの方も紹介させていただきますので、そうですね、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします、お願いします、待ってます、マロ君もいつか熊本行きますよ、私のふるさとですからね、マロ、あ、ふるさと、あ、ふるさと、あ、そっか、うん、そうでした、皆さん、だ、誰も多分、僕高森町出身です、みんなまた会おうね、ありがとう、お待ちしてます。